後ろシティの話ー。話しこんばんは、後ろシティ金子と麻生です。はい、後ろシティが365日やっております。ユーストリーム、はい、今日は4月の29日の月曜日、はい、はい、今から1時間ほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いやもう気持ちいいわ、天気が。もう天気いいね。夜歩いてて気持ちいいわ。うん、なんかまあそうだな、夜歩いてるとやっぱ春先でも寒かったりするけど、もうちょっとあったかい、ね、今ちょうどいいんで、今今日が本当ちょうどよかった。今日ね、うん、千駄ヶ谷ぐらいから新宿まで歩いてきたんですよ。なあ、めっちゃ気持ちいい。全然歩ける。どんぐらい歩いて、千駄ヶ谷って言っても20分ぐらいな。2駅か。そうだね、代々木千駄ヶ谷、うん、新宿。あ、20分。うん。結構すぐ着いてた。20分で着かないだろう。20分ぐらい。いや、もうちょいするな、多分。本当？ 20 分で着かない気がする。まあまあいいけど。まあ2、30分だったとしても、それは20分ぐらいに感じたっていうぐらい。そんな、そんなね、20分ぐらいかなと思ってた。ほんと。どんぐらい？ 30 分以上かかる気がするな。30分かかるかな。うん、置き場所から駅まで10分近くだったから、まあ20分はすごいな。そんな最短ルートなんだ。なんかタメ口と歩いててさ、うん、ラブレターズので、タメ口がさ、あの辺よく行くのよ、うん、あのアイドルのイベントとかも、うん、だからなんか新宿まで歩くとめっちゃ知ってて、へえ、こっちなの、こっちなのってなる。ああもうここだみたいな。ああすごいな。全然気持ちいい。全然もう寒くないし、暑くもないし、風もそんなないし、これ。いいね。たまに、お酒飲みながら歩いたりとかするの。まあほら、終電逃してさ。終電逃してお酒飲みながら歩くの。家、缶ビールとか買ってて。そう、そういうのにもってこいな時期になってきたよね。夏だとちょっと暑すぎる。まあ夏で暑いのもまあそれはそれでいいんだけど、喉乾くからさ、汗かくし、うん、でも今が一番その気持ちいいよね、多分。汗もかかずに。なんか片山さんって何？片山さんいた？片山さん来たーって。片山さんが来ました。どこに来た？あ、いた。あー、なるほど。今日のユーストリームの告知をリツイートしてくれたわけですね、片山さんが。ありがとうございます。多分これは見てないだろうな。ありがとうございます。はい。あのさ、うん、昨日ね、うん、まあ、日曜日は俺だけの日でしょ。うん、で、まあ、いろんな。ユーストリームが。そう。うん、いろんな長い話せば長くなるんだけど、うん、あの大ナオのナオくんと、うん、ゴッホ向かいブルーっていう芸人、うん、その二人でなんか料理対決をするみたいな話になったの、うん、でまあ当日ま で卵料理対決、うんうん、で大ナオのナオくんは、まあ、多少料理やる、うん、ゴッホは全くしないと、うん、ここにはで、そんでなんかさ、ちょっと凝ったのにすると、うん、ちょっと奈緒くんのは有利になっちゃうから、うん、まあ本当にベーシックな簡単な、うん、誰でも作ったことあるであろう簡単な卵料理っていうんですよね、うん、でまあゴッホは多分勝て技術では勝てないと思ったんだろうね、うん、素材で勝とうと思ったと思うんだけど、うん、牡蠣を買ってきたのね、うん、1個300円の、うんうん、なんか地元が広島だから広島県のアンテナショップみたいなのがあるわけよ、うん、都内とかに。そこまで行って殻付きのさ、うん、ブリブリのでっかい、でそれを焼いてそれ卵とじみたいにするけど、うん、さあ卵はってなったらこれぐらいのなんかね、うん、靴を入れてる箱ぐらいの箱を持ってきてさ、うん、コンバースとかの靴の箱あんじゃん、あれぐらいのサイズ、うん、の段ボール持ってきて、
バカって入れたらさ、卵が敷きふわふわのなんかこうクッションに敷き詰められた卵が2個しか入ってないのよ。こんなのに。で、輝きって書いてあって。高級っぽいやつね。それで1個ね、700、800円ですよ。へぇ。それを作って、まあ結果はまずかったんだけど。やっぱ技術がないから。技術がないから、そうそうそう。うん、これまで家にあるんだけど、1個。うん。もう食べてないのが。あ、焼いてないの。そうそうそう、使ってないやつが。うん、800円のさ、うん、卵を。うん。で、もっと探したらもっとあんだって。高い卵。1個1000円とかあんだって。へぇ。もう何が何だか分かんないでいいよね。鳥がすごいってことかな。何なんだろう、そこにあんのかと思って。うん。だって、その鳥は多分毎日産むでしょ。多分な。産まないことないよな、多分な。な、鳥がすごいんだな、じゃあ多分。だって、いっぱい産んだ卵の中からたまたま1個いいのがあるのを詰めてるわけじゃないじゃん。じゃあないよね。それはもう。鳥がいいってことだよね。そんな、俺は調べてないんだけど、ネットで買ったらしいんだけど。うん、そんなに違うものなのだろうか。栄養度とかがすごかったりするのかな。なんか揚げてる餌とかで変わんのかな。そいつはさ、ポーンってさ、800円をポーンって産むわけでしょ、うんうん、すごいよね。でもともとむっちゃ高い鳥なのかな。なんかその1日1個か、だいたいなのかな。あんま鳥のことわかんないけど。数が少ないってことか、その鳥の種類が。うん。ウコッケーとか、ね。うん。ああいうことのもっと貴重な鳥ってことなのかわかんないけど。びっくりしたね。それは。その値段聞いてびっくりした。どう見ても、出来上がった料理ね。うん。牡蠣の方が高そうなんだけど、うん、周りを覆ってる卵の方が高いっていうね。ああ、そっか。そうそうそう。800円ですね。うん。いや、すごかった、それ。すごいちょっと感動したんだよな。そんなのあるんだ、と思った。そしたら、フルーツ高野とかに行ったらさ、うん。高いじゃん、フルーツも。フルーツ高野ってさ、店舗はあるの？うん。ああ、そうなんだ。どういうこと？フルーツ高野ってなんか、商品としてもあるんだよ、高野。高野のなんか。で、うん、そういうのも言って、上にさ、パフェとか食べれる場所がついてたりとか。そういうのだけの場所とかいろいろある。そうなんだ。ああいうとこ行ってもやっぱ高えなと思うもんな。だって果物なんて大体さ、安くてもうまいじゃん、もう食いたくて買ってるから。まあな、感動するぐらいうまいのって、俺ああいうとこ行ったもんないから。差し入れたまたまいただくとかそういうことじゃん。うん。でもさ、フルーツって大概うまいじゃん。桃って安くてもうまい、わかんないけど、食いたい時に買ったら。そうなん。たまに酸っぱくて硬いなんだよな、桃って。でもさ、そんなにまずくないじゃん。さすがに、どこでも売ってるやつは。まあ、売って買ってすぐ食ったら。こんなにさ、開くんだと思って。何段階ぐらいあんのかなと思って。100円の次がさ、もういきなり500円みたいな感じ。うん。なるなんか。感動したことある？食って。あん時のあの果物、やべえって。いや、俺結構ある。果物には結構甘いから。あ、そうなんだ。うん。別に友人家で食った桃がむっちゃうまいとかもあるし。なんだろうな。俺ね、小学生の時に、何なんだろう。多分ね、うん、親戚のおいちゃんが、運送業かなんかをやってたんだよ。うん。でっかいトラックで、うん、それでなんかね、たまにちょいちょい、いらなくなるのかなのかわかんないけど、なんか珍しいもんとかくれるようになって、うん、まああんまり見たことのないドッグフードとか、うんうん、まあ犬飼ってたし、うちは、うん、である時一時期ね、冷凍の海外の珍しいフルーツっていうのをね、うん、ちょいちょいもらってたの、うん、何ヶ月かに1回よな。当時だよ、俺ら小学生の時代にさ、俺ライチとかあったの家に、うん、すごくね俺、うん、その時食ったライチはびっくりしたね。へえ、美味しいんだ。ライチっていう言葉すら知らなかったから、うん、ライチなんて いつ初めて食ったの。わかんない、俺でも中学生ぐらいの時に食べて。食ってた、マジって思う。嘘、俺ライチあんま好きじゃないの今も。身は、
どこで食った？なんか中華料理みたいなとこで。ああ、中華料理、あ、中国のもん。わかんない、中華料理出るじゃん、なんか。出るな。なんだこれって言って、向いてきて、うん、え、マジ。俺はうまいと思ったのね、最初。でも、全く知らなかったから、中のあのプリプリ、半透明。初めて食った、あら、びっくりしたな。そんなのいっぱいあった。ドラゴンフルーツとかも、うん、ぬるっとしたのなんだあれ、バナナみたいな、ドリアンかな、ドラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツとか、うん、あ、別のだ、そう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 、それは衝撃的だったな。冷凍の果物、うん、冷凍で確か送られてきた。最近で驚いたのは果物じゃないけど、あれコストコ、うん、ってあるでしょ、なんかあのちょっと離れたところに、うん、郊外にな、ね、うん、あそこにかさ、親戚んちが近くて、うん、いとこが働いてたのかな、昔の話、ちょっと前、うん、コストコって知らなくて、うん、まあ言っても最近じゃあるもん、じゃないの、いや十何年前ってことあるのかな、あると思う、あるのか、うん、俺全然知らなくて、こっち出てきてからも全然知らなかったから俺。まあ確かにね、郊外にあるからね、あれは車持ってる人が行くのとかもんな、うん、で埼玉のあのいとこが近くにできて、うんうん、多分働いてて、うん、買ってきてくれた、なんかそのコストコで働いてて、そう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 、お土産みたいなの買ってきてくれた、うんうん、なんか量もすごいし、うん、それ何の何かドーナツだったのその時は、でかいんだよな、そうで量もすごい、でも安いみたいな、うん、なんかそれはちょっと驚いた、あの単純に思ってる値段と違いすぎて、いくらとか覚えてないけど、うん、安かったそう、って思って、だ主婦で行くんだよね、主婦で何組かで行って分けるらしいよ、あーそうなんだ、でっかいのか、あーコストコな、コストコ、コストコでもなー、なんかやっぱほら俺シェアする人がいないからさ、うん、でっかいの買ってね、うん、なかなか近所の人とかと分ける、近所の芸人仲間、うん、あんまりほら島田さん、ムートンの島さん、あーそうだね、なんだっけ、カインズホームじゃなくてね、なんかあんだよ、でっかいとこ、カモスポーツか、うん、全然違う、それはね、全然違う、でっかいとこ、あー、どうせしたな、ホームセンターの超でかいやつみたいな、ジョイフルホンダ、うん、ジョイフルホンダ行ったことある？知らない、ジョイフルホンダもうすごいな、でかいのもう店がでかい。店がでかい。だって従業員がね、スクーターみたいに乗って移動するんだよ。へぇ、工場みたいな。ズワーンってやるの。へぇ。もう、こっちの入り口とこっちの入り口ではもう全然違うぐらいのさ、その、なんていうの、車で行って、車で行って、うん、止まるでしょ、駐車場に。では、その、案内、警備員さんに、あ、そっち側行ったら時間かかるからこっちから入った方がいいよみたいに言われるぐらい。目的地に行くのに。そう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 。すごい歩くの。いや、テンション上がる。単純にね、でかくて。いや、アウトレットとかもあんま行ったことなかったけど。アウトレット行ったことないんだ。あんまり行ったことない。そう。なんだろう。楽しいところは楽しいし。うん。でもなんか、楽しくないよ、アウトレットなんか。わかんない。俺、でかいだけで、なんかあんま見るもんねえなって思うときもある。なんか、あんまり目的の店はなかったりするじゃん、単純に。いっぱいある中で見ていいものがあったりとかするけど、うん、そこ何があるか知らないでいくからさ。まあ、目的の店を探していく感じでもないもんな、あれは。掘り出し物を探しに行くみたいなさ。掘り出し物。うん、なんか、そんな感じはあるもんね。そうそう。だからなんか、その時の欲しいものとかによってさ、全然違うじゃん。うん、そんなあんまりアウトレットに行こうって言って行ったことないから、うん、なんとなくあここにあるんだよって言って、うん、で行こうっていうぐらいだから、うん、俺ほらホームセンター好き？別にあんま行かない、ちっちゃい頃はでもねよく行ってたよね、実家がほら、うん、大工、ああそっか、うん、ホームセンター大好きだからさ、うん、もうそういうとこ行ったらもうずっといるんだよな、もう楽しい、電動のドリルとかコーナーとか超楽しいんだよ、こんなちっちゃいなんだよ今ドリルで、うん、からもうこんなでっかいんだよ、日曜大工みたいな流行ってたもんな、今も全然流行ってんじゃん、ちょっと前になんかちょっとブームになってる、うん、あんな
あんま好きやんない道枝大輔。うん、全然しないね。あ、うん、そうだな。でも、できたら超かっこいいよね。うん、でも別にいい。超しなそうじゃん。全然できない。かっこくなくていい、俺。あんなキュッキュッキュッとかさ、棚とか椅子とか作ったら。ジョイフルホンダはいいっすよ、皆さん。ハンズとかやりやすい、そう安いですよね。ね、さっき言ってないけどな、俺も、ホームセンター。何の話だっけ。ああ、そうかそうか、高い食べ物があったって話か。今日さ、歩いててさ、あの千駄ヶ谷の方から新宿に向かって、そうすると南口の方出るじゃん、ルミネの下のあたり、代々木カリフかね。そうで、ストリートミュージシャン、うん、あそこ多いね、うん、うん、で一人の人がやってたの、ギター持って、うん、歌ってたの、うん、なんかのコピー、うん、なんでっけ、うん、あれだ、小袋。おー、小袋。小袋やってたんです、うん、一人で。で、結構客間さん。もうちょっと離れたところに、もう一人の人がスタンバってた。うんうん。ん？その、こんな近くでやるのかなって思って。うん。で、その人は、なんかオリジナルっぽい曲だったさ。わかんない。わかんない。俺知らないだけかもしれないけど、うん、なんか聞いたことないなって言った。うん。何かっぽいよ。うん。何かっぽいけど、聞いたことはないの。うん。染まってるのか、コピーしてるのかは知らないけど。うん。うん、で、聞いたことある。でも、だ絶対小袋は多分有名ない。小袋の曲の方が、うん、でもその人が多分歌うまいんだよね、オリジナルの人の方が、うん、で人がやっぱそっちに行くの、うん、いい感じで気持ちよく歌ってるから、うん、悲しい感じの曲の両方男の人、両方男の人、うん、見た目はそんな変わんない、うん、でもこっちにみんな行くのよ、うん、そしたら俺小袋の方見ちゃうじゃん、うん、頑張れって、うんうん、で次に1曲終わんのよ、うん、ちょっと減ってんねん、ちょっと減ってんねん、あの小袋の方、うん、ちょっとお客さん減ってんだけど、うん、次にゆずの曲やってたの、うん、すっげえメジャーどころやるね、そうそうそう、いやもう、うん、俺は嬉しいよ、うんうんうん、有名な曲だもん、知ってるし、うん、でやつでもう戻らないのよ、うん、もうその謎のオリジナル曲にさ、うん、いい感じに歌ってんの、うん、絶対歌はもう絶対的にうまいの、うん、やつは歌うまい方に、もうその悲しさがさ、うん、なんだろう、後攻めじゃんこの人、うん、オリジナルの人。そうだね。勝てると思ってちょっと来たのかなと思ったの。え、その小袋の方は、まあ、下手。いや、下手ではないんだろうけど、うん、別になんかそんなに聴いてらんないというか。ギターで弾き語り。その人の個人を単純に好きじゃないと、あんまり聴いてらんない。あ、普通、ほんと普通。うん、小袋とゆずの方が全然うまい。あ、うん、で、最初集めてた。あんまりいなかったから。うん、そこに。もうその人が集めてんだよ、だって小袋をやってる人が、うん、そこに乗り込んでさ、すべてをかっさらってさ、かっさらえると思ったんだろうな、思ったよな、多分な、うん、で、手っ取り早いし、集まってるところに行ってな、最初人がいないとこからゼロから始めるよりは、うん、人の畑で収穫した方が、うん、うん、ちょっとかわいそうだなと思って、そういうのもあるのかな。なんかそこはちょっとマナーとしてさ、うん、例えばライブでも漫才やってる間にさ、あんまり受けてないとしたじゃん、うん、でこれなら俺たちの方が面白いと思ってさ、うん、いきなり横に出ててグイってやって同時にネタを始めるなんてことありえないわけ、ありえない、ありえない、すごいなと思って。それは俺らだから、なんていうの、舞台劇場だからないだけどさ、でもストリートとかではあんのかな、お笑いでも。あるんだろう、でもミュージックステーションとかでさ、こっちで歌って歌い終わってスタートさ、セットこういうふうに、どうやってんのか分かんないけど、ちょっと逆方向に待って、ね、そっちで歌い始めるみたいな。あるある。ちゃんと時間を分けてるでしょ。うん、いや、それは歌、それはだって番組ですから。ちょっとかぶり出して歌い始めたら、おかしなことになるじゃん。うん、でもそれがさ、正しいじゃん。一個一個聞けるけど。それは、ただ、ストリートも、ちょっと感覚が開けないことにはさ、うん。かわいそうじゃん、ちょっと。まあ、どっちにしても損だからね、その、こう聞きたいのに、こっちの音が聞こえてくるからさ、うん、損じゃん。いや多分こっちのオリジナルの方がいいなと思ってる人もまあまあ小袋も歌ってるから、うん、まあまあ聞こえるじゃん小袋も。どれぐらい離れてるの？いやもう全然ね、4メートルぐらい。それは後から来た人はまあダメだよね。まあまあさ、今日
混んでて、南口は、うん、そんなにスペースもなかったなと思うんだ。いや、にしても殴り込みみたいなことでしょ、それ、うん、だってこうさ、ペンをさこうやったらさ短く見えるっていう路上パフォーマンスやってる人の4メートル横でさ空中浮遊してるみたいなことでしょ。うん、そうそうそう、もうダメじゃん、こうもう見てみんな。でももっとどっち見てんの、みんなこっち有名よ、小袋とユズだからもうあのこれ僕すごいなるんですよのよ横で、マジックですらないよそれ、マジックじゃないけどさその横で火吹いてみたいな、これも有名じゃん、こうまあまあそういうことだよな、でも、うん、ダメだよね、横で飛ばれたら。そうよ、何飛んでんだよ、うん、そうだよね、争うとこじゃないし、だから分かんない、小袋とゆずがどっちがメジャーなのか分からないんだけど、小袋と、うわー、うん、そうだね、どっちも有名だよね。だから俺の中でちょっと、うん、ポップにしたのかな、俺の中でゆずの方が有名なの、有名っていうか、なんていうの、いっぱい有名な曲あんのかなと思って、キャリア的に分かんないけど、うん、で、うん、小袋でちょっと取られたから、うん、ゆず行ったのかなと思って、うん、今頃何歌ってんだろうっていうのがあるの。今はもうサライとかじゃないね、サライとかなんかな、もっとでも団結、もうでもそういった時にオリジナルのやつはずっとオリジナルじゃないかも、うん、サライ歌ってくんない、サライってなんかみんなで歌うみたいな、だからもう最後ふるさーとーありがとうとか言ってるんだけど全然いないみたいなことなんじゃない、それは。そんな悲しいサライ歌いきれるかななんだろうね、すごいそれなんだな。でも代々木公園とかもそうでしょ、いっぱいいるでしょ、いっぱいいるでしょ。でさ、アコースティックならまださ、いてもちょっと離れたら、うん、こっちに集中できるっぱいし、うんうん、たまになんかそこさ、ちゃんとドラムとかさ、ベースとか置いてやってるじゃん。そう、電気を使うんですよ。うん、まあそれいいんだよ、それは別にさ、うん、アコースティックに限ったことじゃないと思うから。でも俺はなんか変な気がするけどね。まあでもあれじゃん、野外フェスみたいなのあるじゃん。あれのすごーいちっちゃい意識があるんだと思うんだよ。フェスやっていいの、もう。フェスをやってるんだと思うんだよ、彼らは。ああ。だから別にいいんだけど、うん。なんか、ああいうのってあんまよく聞こえなくない、わかんない。俺が素人だから。よく聞こえないと思う。外で聞くとさ、アコースティックギター1本ぐらいの方がちょうどいいというかさ、うん、なんか、合ってんのか、これみたいな。まあまあ、そうだと思う。あんまり上手に聞こえないというかさ。まあまあ、上手な人はいるんだろうけど、なんか、じゃあライブハウスでやればっていう感じしちゃうんだよな。ライブハウスの方がよく聞こえるんじゃないって思う。うん、ちょっとなんかチュンチュンとかもするじゃん、うん、ブーンとかああ、僕なんかあんまり音ちょっと聞こえないなみたいな、うん、ガッシャン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 みたいな。はあ、小袋も大阪の路上から始まったんだって。あ、ゆずも路上からじゃん、うん、路上の歌歌ってんだよいっぱい、その人のかな、路上出身の、ここ誰がいるのか分かんないけど、で新潟駅でもたまにいるんだって。新潟駅ってでっかい、新潟駅ってでっかいの、俺あんまり通んないの新潟駅。うん、新幹線が止まる、新幹線止まるでしょ、俺はその新幹線に乗らないから。新潟に行く新幹線2個あってさ、新潟日本に行く新幹線乗んないの。あ、そうなんだ。うん、だろうな、今もどっかの遠くにこの時間なんてまだやってたりする人いるんじゃないの。あのさ、行く日と行かない日ってあるじゃん、それで見ちゃう人って。そりゃそうだろ、バイト入ってたら行かないし。でもそういう予定じゃなくてさ、行けるけど行かない日もあるわけじゃん、うん、なんていうの、やっぱり仕方なくは行かないじゃん、絶対自分の気持ちが満タンになっていってるわけじゃん、多分何となく行かないでしょ。何となく行かないよ、やることねえな、ちょっと歌うかっていう感じの人ってあんまりいないじゃん。いやー、わからんよ、そういう人もいるのかもよ、もしかして。あんまりいなくない、でも歌いたくて来てる感じじゃない。まあ全員がプロ、違うのかな、プロを目指してるわけじゃないと思うしね、俺。いや、目指してる目指してないじゃなくて、うん、歌いたいって気持ちを持って、だってギターだって重いじゃんか、うん、で電車とか乗ってくるわけじゃん、うん、やっぱ歌いたいって気持ちが満帆になって来てるんだと思うんだけど、うん、あの、あ、もうなんか余計なこと言ったから分かんない。何の話したっけ俺。俺かよ、うん、あ、そうだ、行かない日もあると思うの。行かない日もあるよ、それは。あるわけじゃない、その絶対何にもない今日。うん、いろんな理由でね、うん、でもいまいち行きたくねえなって日あるよね。あるだろうね、歌いたい気そんなねえよ、うん、そういう日って家でやってるの。
いや、歌ってないんじゃない？それはゲームとかしてる。ああ。で、舞台とか。そういう日のを見たいなっていう、その差を見たいというかさ。あれ今日、この人あんまり歌いたくないの？ああ、だ、漫画読んでるとか？歌おいて。いや、もう、歌ってんだけど。全然、持ってない。あんじゃない？そういうの。あんのかな？高円寺とかで、高円寺もさ、高架下でとってさ、夜中とかね。うん。それこそ、銀杏ボーイズみたいなさ、感じで、歌ってる人いるのよ。うん。すげえ声ちっちゃかったりするじゃん。だから、うん、あんまり歌いたくない日の、うん、そういう人たちがいて、でもむっちゃ歌いたくて来てる日もある、あるわけじゃん。俺はそれは分からんけど。分かんない。でも今日も歌いたくてたまらない。まあ、その、この波は誰にもあると思うよね。うん。だって、外に出るっていうのは、なんかその、ライブハウスとか決まってたらさ、逆に、アベレージになっていくと思う、うん。この日に向けてやろうし。うん、だこの日歌いたくない、歌いたいっていう気もそんなないと思うんだよね。うん、でもストリートってさ、その日出れるっていうのがいいわけじゃん。うん、歌いたい日に、うんうんで。それがもう溢れてる人もたまにいるじゃん。うん、いる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 。あれ泣かないか、この人ってぐらい。うん、いるいるいる。あれって自分のことは知ってるの？その、俺は今泣きそうだって。もちろんだよ。なんかこうなってて逆にわからないというかさ。いやいや、わかってるわかってる。分かってん、うん、僕こういうのは朝に聞くのが一番だから分かってる分かってる見せようとしてるよ。うーんちょっとなんかこんなのとか私を見てくださいっていう演技をしてますよ。それはあのさあれは本当ごめんないろいろ聞いてあのじゃあ次の日聞いて次の曲聞いてくださいなんとかっていう時のあの息切れは本当まあ、さあ、人、ケース俺、ちょっと、1曲目と2曲目のあれとかで、うんって思うのね、ちょっと。もうと思うの。それさ、ごめんね、それさ、うん、ドラマとか漫画のイメージじゃない？俺ね、実際ライブでね、そんな人俺あんま見たことないの。あ、そうなんだ。じゃないんだ。じゃーっていう。なんかイメージよ。なんかあんまいないと思う。なんか、言ってもさ、曲ってあんまボーカルで終わんないじゃん。その後ちょっと演奏するじゃん。うん、で、じゃーん、ドゥクドゥンじゃん。うん、その間に、俺、整うだろうってやっぱ思っちゃうの。整うだから、ねうん、あんまいないんじゃない？そういう。実際に。それ漫画の世界でしょ、多分。ドラマ、ねうん、その次の曲までのセッティングもあるし。歌い終わったところから、うん、その演奏が終わるまでと、うん、次の曲が始まるまで結構あるから。喋ってつなぐのそうそう。それこそ、なんか指パッチになるやつとかさ、あの、ジャカジャーン、ドゥクドゥン。で、メンバーがいろいろ準備しないといけない。なんか、これ全然持つやん。音すごかった。いや、持たない。持たない、もう無理。いや、持たない、無理。もう無理、もう無理。いや、もう無理だって。もう今、あと1回って言ったらもうやるなって。あと1回って言ったらもうやる。あ、ほらほら、今。やるなよ。あと1回って言ったらやるなよ。これで持つやん。持たないよ。でも、そういう時になんかちょっと、言うよ。あの、よくあるのは、こうやって、ボンボンって、結構終わってね。うん。ちょ、なんか、つないでや。みたいなこと言うの。うん。ボーカルとかが。そしたらなんかちょっと、そう、シーンとしてたから、みたいな笑いが起こるね。うん。そういう、あんま行かないでしょ、コンサートとかライブとか。そういうとこを見るためだけにもちょっと行ってほしいな。うん、あ、さあ、そういうのはどうなの？あのね、何言っても笑うのよ。うん、もう、何言っても笑うの。お客さんが。その俺はイカが好きだーとかで笑うの。もう大爆笑だよ、そんなこと言ったら。嘘。うん。じゃあ俺今度ライブで行ってみようかな。俺はイカが好きだー。いや、無理、それはダメだよ。俺は音楽のライブじゃないから。音楽のライブ立つの？笑いのライブ、笑いのライブで行く。まあ、突然。単独ライブとかで、うん。10分見てくれ。俺はイカが好きだー。え、わけよ。これ何持ってないでしょ、これ。んこれイカ。あ、イカ持ってるの、うん、あ、じゃあ面白いかも。イカ食ってる。だったイカ食ってんのにちゃんと喋れてんの。俺はイカが好きだー。ちゃんと食べてるでしょ。ちゃんと食べてる。それは面白いかも。味はないの。あれ何も味付けしてんの。焼いてないし。じゃあ何の話だよ。一回それを見てほしい。本当にね、何言っても受けるんだよ。今日は。
ヒャーヒャーみたいになるのよ。その感じね、ちょっとね、面白いんだよね。なんだろうね、友近さんとかがやってたりするじゃん。あ、曲の合間の、ね、ミュージシャンのトークみたいなのがしたりとかするけど、面白いよ、そういうの。明日はそうすれば、何よ、なんか営業とか行くことあるじゃん、うん、そのいわゆるイベントに呼ばれて、あるある。行くときさ、ちょっと困んじゃん、いつも。うんうん、なんかね、僕らって、ボケツッコミ分けてないんだけども、うん、なんか、普通さ、イベント行ったらさ、大体ツッコミとか、どうもーって行く感じじゃん、うんうん、基本、うんうん。でも、俺言わないでしょ。声ちっちゃいじゃん、さ、うん、どうもどうもみたいな。うん、あー、うわーとかはやらないからね。だ昨日とかもほら、鎌倉のお寺行ったでしょ。うんうんうん、で、そう、どうも。はで、俺、どうもってさ、どんぐらいで言うかいつも知らないからさ、うん、その後も、こんにちはーって言って出てくるのよ。そうだね。恥ずかしいのよ。え、あれ恥ずかしい、恥ずかしいっていうか、なんていうの、なんか俺だけ、あ、なんか、どうもみたいな感じじゃ、どうもってまず言わないですよ。だいたい、だいたいこんにちはって言うんですよ。こんにちはーって言うね。そう。うん、まあ、まあ、それはいいんだけど、うん、そうしていくと、そのタイプって、絶対こっちボケなんだよね。わかる？こっちがなんか元気よくなんか言って、で、一言言って、いや、やめろよーって言う。いや、そんなことないよ。違う？うん。いや、だから、うん、結局、なんか、なんか俺いっぱい喋るな、みたいな。そうね。うん。うん、最近もう癖になってさ、うん、もう明日は待たない、みたいな。すごいよね。うん、もうとりあえず一人で喋ってよ、みたいな。うん。だからさ、なんとこう、なんとこうとか、みたいな。うん、だから、もう、ギターをこう、ギターいらない、ギターいらない、ギターやってる？ギターいらない。ギターやったらバンドの人じゃん。聞かないけど。うん。それも変じゃん。途中で挟む感じ？全然喋ってるんだよ、それまで。全然喋ってなくて、なんとかコント、なんとかコントかって言ってコント終わるじゃん。バカ野郎！ありがとうございましたー。ちょっと、何時間あるんで、短めのやつを置いとって、やります。コント、組織。うわーい！組織やろうぜこれを毎回やるってこと？うん、そしたらもうなんだあいつってなるじゃん。なるよ。さすがに。なるよ。わけわかんないもん。あいつだってしゃべってないのに。うん。急に終われたら息切れしだしたって感じでしょ。そうそう。それなんかちょっと面白いじゃん。ちょっと。うん。それで行く？そんな微妙なところに気づいてくれるお客さんは果たして営業に来てくれるだろうか。いや、でも俺がつまんないからさ。俺のためだけど。金子を楽しむ。いっぱい喋ってるだけでさ。そっか、じゃあ俺やろうか。うん、あ、水置いとくわ、俺ら。うん、全然喋ってない。そしたら俺もやりがいがあるわ。そうだろうね。うん、一汗もかかず持ってくることあるもん。うん、あるある。そういうのかっこいいじゃん、なんかちょっと。うん、もう、もっと声ちっちゃいとか。そうか、マイクがあったらな。もうマイクもあっても、もうオフにして、行く前にさ、音声さんオンにしてくれるじゃん。うん、はい、じゃあお願いしますって言ったら、もう一回オフにして。ブーチッ。いや、まあまあ一応つけてくれる。それはだって、まだ裏だからさ、変じゃん。変な感じなんだ。音声さん怒られるじゃん。怒られるの嫌だから、うん。ちゃんともらって、ピッて切って、うん、こんにちはーって言って出るじゃん。よしよしです、お願いしまーす。ね、今日は九州に来ましたけども、ね、頑張っていきましょう。僕ら、後ろ知ってるんですよ。はい。じゃあ、早速ですね、1個目のネタを見てもらいたいと思います。1個目のネタ、トイレ。ブリ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 。コンコン。コン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 。ブリ。いや、うわ。違う、だってそっちがトイレなんじゃないか。俺はトイレの外でやってたよ。はーい、後ろシティ。ありがとうございました。はい、じゃあ。短めな、ごめんなさい。あ、ちょっとじゃあ5分ぐらいの、はい、やろうと思います。今度、電話で。ピシンピシンピシン、ヒヒン、ピシンピシンピシン、ヒヒン、すいません、競馬場ってどこですか？いや、だって俺だって、そっち側のドアの向こう側行きたいもん。このドアは、世界と、
異世界をつないでるドアってお前はさっき言ったけどな。だってお前が勝手にさ俺にヒヒンってやれって言ったんじゃないか。しかもここに馬はないんだぜ。俺なんかこう普通に歩く姿勢がたまたまこういうやつっていうだけでピシンピシンとかさ、ピシンも口で言ってるだけし、何を思ってない。なんで今そんな政治を切るようなこと言うんだよ。ありがとうございました。はい、後ろシティ。はあ、はい、はあ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 、次はバイキングのところです。ありがとうございました。ありがとうございました。こいつ何なんだよって、うん、いや、こいつもなんか注意しろよ。お前はまだ分かってんだろ。注意しろよ、こいつ。うん、なるでしょ、それは。するのがいいじゃん。いや、いいの。せめてその方がいい。その、ボケも、ツッコミも、そんなしないじゃんか。うん、あの、イベント行ってもあんまり。うんうんうん、だったらもう、そのぐらいのことしてて、てくれた方が。もう、存在感だけの人。あ、うん、圧倒的な存在感の人。とかのすごいよね、うん、まあ呼ばれなくなるだろうな。まあ呼ばれなくなる、まあ呼ばれなくなる、うん、それが一番の問題だよな、うん、そこさえクリアすればさ、呼ばれさえすればな、ずっとやってられるから。あ、まあ楽しんでくれないだろうな。まあ評判悪いだろうな。そこさえクリアできる、まあ、呼んでくれて、呼んでくれさえすれば楽しんでもらってな、評判さえ良ければな、そう、何やってもいいわけじゃん。うん、ちょっとぐらい汚しちゃって。ちょっとずつ。ねえ、はい、そんなんで、今日はあの、ほら、うん、月曜日だから、うん、誰か来てくれなんですけど、うん、ちょっとね、今日もバタバタしたこともあって、うん、誰も呼べなかったと、はい、うん、いうことで、ねえ、まあ、2人で、今日誰も来ずに、うん、ゲストワンみたいなのがあったんで、ああ、そうです。ああ、はい、喋れますけども。今から呼んでみる？今からあと20分でしょ？無理だろう。あと20分間に、うん、たどり着けるだけの人。あと20分で、この、来て喋るって考えると難しい。無理無理無理。10分ぐらいで来なきゃいけないから。あと20分で、うん、カウソスさんの、ここじゃなくてもいいじゃん、最後。うん。カウソスさん、新宿？いや。新宿。いや、でも、画面には現れてほしくない？そっか。逆に、社メール送ってもらうと。今の、うん、今どんな感じで過ごしてますかっていうのを、ああ、社メールで送ってもらって、出てもらったことにする。電話でいい？電話でそれを言う。電話でそれを言う。これでも、いろいろ、権利とか、でも、社メールならいいでしょ？行くかな。絵にする絵はさ、だいぶ限られるじゃん。まず紙とペン持ってるやん。そうだな、場所による。今のちょっと表情、うん、なんて言ったらいい。あ、もしもし？あ、今どこ？今さ、どんな表情してるかちょっと写メを送ってくれないよ、俺に。ん？どんな表情してるかを写メで撮って送ってくれない？うん。ごめんね。ちょっとあの、今、放送中だから。早めで。よろしく。はい。いやー、これなかなか来ないんじゃない。あと18分。電話の声聞こえた方がいい。あ、そっか、聞こえないのか。誰か。あー、そうだね、そうだね。これ誰に。もう一人を開ければいいんじゃない。二人か。もう集まるでしょ。
さ、出ないかな。そうだね、出ない人もいるかもね。こういう目的のない電話の時にかけ直してきた時どうする？俺もかけ直されたらめんどくさいからメールする、うん、あさっきの何でもないってさっきの解決したとか、ややこしいじゃん、実質言いますよ。うん、俺それとは関係ない話です。ええー、さっきの関係ない、それがなんとかなんとか全然関係ない話ですけど、うん、そのために電話したんだって嘘つくってこと。うん、話をしようと思って電話したみたい。嘘。なんでだよ。よくわかんないです。正直言えばいい。あ、来ました。来た。来た。はい。あ、まあ生面白いの来た。いや、ちょっと表情がもう。この辺。うん。裏返して。うん。じゃん。ニューヨークというコンビの島さんです。アプリ映ってる？あいつこれ今撮った、部屋で撮った。今撮った瞬間に。うん。はい。なんていう顔してるんだ。はい、島さんでした。見る？見たよ、見たよ。この眉毛の陰影とかがめっちゃマジ。はい。来ない？いや、電話出ないです。本当？うん、はい。まあね。テレクラじゃないんだからって、テレクラってこういうことなの？わかんないけど、なんか送っちゃめ送ってみたいなことでしょ？へえ。テレクラじゃないんだからって突っ込めるってことは、テレクラを知ってるってことだもんね。物事なんでもそうだけど。ね、そうだろうね。ヨーロッパの古きしきたりじゃないんだからっていう人はヨーロッパの古きしきたりをしてる人じゃん。そりゃそうだよ。だからツッコミってことは知識が、うん、その知識がないとってことだもんね。それすっごい偏ってる人っていいのかな。あ、いるんじゃない、うんうん、みんな出ねえじゃん。そういうのでなんか培ってきた知識がわかるみたいな面白いよね。そうだよね。あ、こいつ、うん、そういう癖あんだみたいな、うん、全部バレちゃうみたいな、うん、こうなんかこうロボットみたいなボケをして、うん、PH12 じゃねえかよそれとか言ったら、うん、機械系のやったんだ、うん、昔機械に携わってたんだなこの人って。葬式が1ヶ月に4回あった時の俺みたいな顔してんだよ。あ、なんか悲しい過去があったんだな。無理だもんな。かわいそうだよね。そんなことも、うん、ああ面白いね。そいつがさ、うん、地獄を見てきたような顔だなって言ったら、あれもしかしてこいつってなるよね。それで信頼が高まってたら。なるね。うん。あ、じゃあこうしようかな。誰？このさ、あ、言わないようにしよう、ね、みんな、あ、もしもー、あ、出前出たようですね。あのさ、今どんな表情してるか写真顔を撮ってさ送ってくんない？メール急ぎで。うん、なんすかとかじゃなくて、今あのどこにいるか知らないけど家にいんの？あの家であの顔写真撮って送ってくんない、うんうん、ちょっとあの急ぎで、急ぎで、もうあのバス来ちゃうから、はい、お願いしまーす。なんでちょいちょいいらない嘘。もうバス来ちゃう。わかんない、あの時間ないことを表すのなんで。いや、だから言えばいいじゃん。ちょっと本当は早くって。うん、家にいる。バス来ちゃうならよりなんで今なんだよ。バス来る前じゃなきゃいけない理由が知らないもん。うん、ああ上竹さんから来ましたね。何？え？金子はそう、昨日は、あ、円覚寺、一日庵の、僕らお坊さんのためにイベント大変ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。おいしいご飯まで、ごちそうになりまして。昨日でね、鎌倉でのイベントの、
うん、主催の方から今、そうそうそうプロデューサーです。ありがとうございました。うん、昨日の鎌倉の写真もあるよ。もう全然面白くないから今見せるわ。え、全然面白くないから今見せるの？うん。いや、普通にあのベランダみたいなとこあってね。あ、うん、じゃん。ベランダみたいなとこあって。じゃん。あ、もうちょい近くないと見えない。もうちょいだな。これ、ん？何それ？お寺のベランダ。うん。あ、おう。全然面白くないな。全然面白くない。何を撮っているわけでもないぐらい。うん、あ、で、今、トンネル来た。お、来た！うん。意外とね、載せ忘れる写真とかあるからね。うん、この、ブログなり、ツイッターなりさ。来た。うん。どこ行くの？結構もうちょい前だね。もうちょいだね。もうちょいで、ちょっと下。あ、うん、その辺じゃない？はい。じゃーん。もうちょい下だな。なんかちょっと、まあ、もうちょい前いける？なんかおしゃれな間接照明みたいな。いやいや、多分、普通寝てたっぽいけどな。あ、寝てたんだ。他寝てないのかな。まさかね。ニューヨークがここで揃うとは思わなかったね。うん、いやー、はい、なるほど。ワンペア。ワンペア揃いましたね。どんな顔だった？しまさん。もう一回見せて。え？いい顔してたよ。生き生きしてたよ、しまさんは。寝てたっぽいね。うん、もしかしたら。あこんな写真なら結構あるんだよな。ほら、さあ、今やってるさ、バチバチエレキテルとかってさ、やっぱオンエアまで載せられない写真とかあるじゃん。そうね、オンエアもまた、地域によってバラバラだもんね。そう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 。あんま収録中の写真撮ってもなって思っちゃうんだ。そうそうそう。だからなかなか載せられなかったりするからさ。うん。うん、面白い写真？写真って思ったんだけど、あ、でも今日関係ない写真あるな。関係ない写真っていうか、うん、動画なんだけど、あの動画撮ったんだけど、タメ口と俺とカーニバルのゆきえちゃん出た時に、うん、誰が一番ツッコミうまいかみたいな話してて、うん、もう全員下手だよ、全員下手だけど、うん、基本下手だけどね、うん、で、なんとかごまかせないかって言って、うん、やっぱ勢いがあればごまかせるから、うん、ちょっと部屋の端からこっちまで走ってきて突っ込んだら、うん、いいんじゃないかって勢いでごまかせるんじゃないかね。そうそうそう、あーあーあー、っていうのやってたんだけど、うん、みんなやってたんだけど、ゆきえちゃんの番だったら、ゆきえちゃんって180ぐらいなんだっけ、176とか7とか、うん、そんなぐらいなとかな。で、誰よりもでかいよ、メンバーそれがブワーってくるから、うん、もうむっちゃ怖かったっていう動画ね。ね、ぴったりも。カーニバルのゆきえちゃんの走ってきて突っ込む。結構もうちょい前。もうちょい。もうちょいいける？あ、うんうんうん。そうじゃない？もう、ちゅう、金子用の方だな。金子寄りだな、もうちょい。音量ってここをさ、上に上げて。上に上げて、プラスボタンな。あ、もうちょっと金子寄り？そう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 、それでもうちょい下。はい、よ、いいね。ここもね。ハハ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 走る必要あるの？いや、みんな走ってないんだけど、ゆきえちゃんだけ走ってる。なんか、進撃の巨人っていう漫画を書いてる。ああ、あるね。あの、なんかさ、巨人と人間が戦う。ああ、なんかその世界のね。巨人みたいな感じ。
そう、ちょっと似てるんだよね。うん。もう来週ニューヨークさん、話して出てほしい。ねえ。もうそれも時間が、みんななんか出てくれるって言ってるんで、なんかその、時間さえあればね。そうだよね。なかなか大阪組とかは。そうそうそう。ね、ほんと時間合わないとあれですね。ぜひぜひ出ていただきたいですけども。うん。はい。今日、うん、オンエアされました。あれ、仮装大賞。うん。浜口。昨日じゃなかった？今日だっけ？お笑いサークル。今日。今日か。見てない。見てない。俺も 見れなくて。うん。ね、見た方いると思うんですけど、うん、ちょうどね、間に合うかなと思って帰ってテレビつけても間に合わなかった、うん、終わってたんだけど、そっから見たの、仮装大賞、うん、すごいな、やっぱ仮装大賞ってちっちゃい頃毎年見てたけどな、今見ないでしょ、見ない、すごいぜ、やっぱ。でもなんか俺途中一回レベル上がった時期の、レベル上がった時期というかいや、それはだって毎年上がってるよ。いやでもさ、昔と今と全然違う、全然違うね、その途中のタイミング一回見てんの、うん、そこですげえなって思った記憶はある。すごいよな、うん、うん、すごかった、今日もすごかった。優勝、あれが優勝なのかな、なんか優勝とかあったっけ。あるある、大賞みたいなやつとか、今日やってたのはカヌー、うん、子供がね、うん、カヌーに乗ってる、うん、で水色の、全身水色の格好して、うん、このなんていうの、こうチアリーダーが持ってるこうボンボンみたいなやつとかをここにつけたりとか、バーっていっぱいつけた、うん、そう言ったらその水と波を、うんうんうん、その格好した人が8人ぐらい、うんうんうん、でその人たちがその子供の乗ってるカヌーの前に寝転がって、うん、こう転がるのよ、うん、そのとちょっと進むじゃん、うん、それで進んでって後ろの人がまた立ち上がってまた前に立ち上がって前、立ち上がって前って、もう女の子がもうこんなんな、へ、本当になんか躍動感がある、そう、なんかその渓流をバシャバシャやってるみたいな、うん、すごくすごい、あ、仕組みは簡単だけど、オーラサクラ20番、あ、20番だったんだ、手置いた、俺23番とかから見たな、うわー、ギリギリ目だったんだ、じゃあ、僕らその収録の日になんか別の仕事だった、もう参加もできなかったんですけど、ね、もう練習はもうみんなすっごい一生懸命やってて、行く途中の南川さんとかに街でばっかりだったりして、うんうん、今から練習、僕全然休みだったから遊んだんですけど、これでもう結構真剣な顔してたもん、ね、南川さん真剣な顔してて、うんうんうん、したらその稽古に、ね、聞いたら最初の頃は例えば始まるときに、うん、音とか終わった後さ、でててててててみたいなさ、うんうん、もう一回もう一回やろう、もう一回もう一回やろうってやって、うん、終わってててててみたいなのやったらしいんだけど、うん、もう途中ぐらいからちょっともうそれ演技悪いからやめようかみたいな、真剣に言ってるから、ね、そうそうそう、ちょっとそれ士気が下がるからやめようみたいなので、本当に真面目にやったりとかしてすごい一体感があったらしい。あのさ、うん、隠し芸とかもそうじゃん。めっちゃ一生懸命やるじゃん。うんうんうん、あの稽古風景も結構さ、事前番組とかやったりするけど、うんうんうん。あの、できんのかな？いや、やりたい？嘘、なんで？なんか、わかんない。一生懸命練習するのがあんまり。ああ、そうか。うん、俺、やりたいタイプだからさ。うん、そうなんですよ。あれ、やりたいな。あの、なんつうの、こう、グラスのさ、うん、縁をこうなぞってさ、うん、あの音鳴らすやつ、曲やん、あーなんかあんなファンファンファンみたいなとか、うん、って言ったら町明さんもすごいな、うん、いろんなことやるんだよな。でもあの人毎年さ、なんかやるじゃん。え、今もやってる？あ、今やってる。で、隠し芸で毎年なんか一つが身についていくわけ。そう考えたらすごいよな。テーブルクロス引きから始まってさ、何でもできるなって言ったらすごい。あれから始まったのか分かんないけど、まあ、あれが超有名だよね。そう。衝撃的だよね、あれ。例えとかでもあれやるもんな。うん。バチャキのあれみたいな。うん。何の、ちょっと、人に読んだ。いや、使ったことがない。いや、別にそこまで言わなくていい。まあまあ、そうだよね。なんであれをやろうと思ったんだろうね、この。テーブルクロス引き抜き。そうだろ。意外とできたらどうする？これで一発でできたらすげえな。
だって、空のペットボトルとスケッチブックだぜ、これ今。逆だもんね、うん。これ手前に引くんだよな。手前に引く。待って、ここ無理だ。もうちょいこうした方がいいと思う。平らな、そうそう。これでパッて、あれスピード大事なの。スピードと、まっすぐ後ろに引くっていう。要するにさ、下目に引いたらこう、こうなっちゃう。うん、こうなっちゃう。あ、まっすぐ後ろに引くって。いくね。な、おっ、ええ、空よ、何今の、え、分かんない、ちょっと一回やってみ、え、分かんない、みんなできるやつなのかも、これ、え、びっくりした今ちょっと、どの辺、ここ、こんなに死んない映ってる、大丈夫か、いくよ、うん、あれあれ、できる、なんだこれ、あれ俺ら二人がすげえんだって、これ。もうちょい乗っけてみれば？これ もっとピじゃ、ピでもいけんじゃない？片手とかでさ。さすがに無理だろ。え、なんか、あ、違う、これが硬いからだよ。これが布となると、うん、めっちゃ難しいんですよ。まあ、今布ねえけどさ。このパーカーぐらいしかねえんだ。いや、絶対引っかかるよ、引っかかる。パーカー。いや、だって一回目やってそんな気持ちやってなかったじゃん。パーカー引き抜きなんて聞いたことないもん。聞いたことないだろ。でも、町明がテーブルと引き合ってて、誰もみんな聞いたことないよ、そんなのって言ったの。いや、そんな、なんかドラマのセリフみたいなこと言わないよ。ここね。せめてここは平らにしようよ。うん。しかも俺、フードだけ持ってるからな、ね。もう無理だよ、こんな。まっすぐ引かなきゃダメだよ。あー！これ無理だろ。今できてたらさすがにだな。ちょっと俺もこれでやりたい。さあ、なんでだよ、もう時間か。本当だ。ちょっと思ったんだ俺も。はい。いやちょっと見てる人もすごいみたいになったよね多分ね。ペットボトルが中身が入ってたらまだ分かったもん。うん。空なのよこれ。そうそうそう。めっちゃ軽いの。ちょっとねほらワインとか入れるじゃないグラスに。うん。重さつけるためでしょあれやっぱ。多分な。うん。すごいよね。俺らだけの隠れた才能だよね。うん。ああ。この椅子がすげえな。特技の欄に書こうぜ。うん、パーカーのフードを持って引いても空のペットボトルが倒れませんでしたとかこう。なんで嘘つくんだよ。ちょいちょい嘘つくんだよ。はい。そんなわけで。そろそろね、田中君バスが来ると思いますので。はい。行きたいと思います。はい、明日は通常通りお送りできると思いますので、はい、皆さんよろしければ明日もお聞きください。はい、というわけで、以上、後ろシティの話シティでございました。ありがとうございました。ちなみに今、ジグザグの池だから、電話ごめんなさい。今、バイト中なんです。おやすみなさい。